マヒマヒリゾート&スパーガッチエリアということで、今回はプライムシューター使って戦っていくんですけれども、プライムシューターはラインマーカーとカーニタンクということで、プライムシューターメインのね、プライムシューターと同じで一定の距離感を保って立ち回ればめちゃくちゃキル取れるようなサブスペを持ってるので、まあ相性がめちゃくちゃいい。そしてこのマヒマヒっていうステージはもう射程がものを言うステージなんですよね。この真ん中何にもないでしょ。このもう本当に遮るものがほとんどないんで、リッターとかね、まあ、チャージャーみたいな射程のある奴らがかなり物を言わすステージなんですよ。まあ、なんでこのラインマーカーとかもぶん投げとけばすごい向こう側まで飛んでってくれるんで、平面上だとラインマーカーめちゃくちゃ刺さるんじゃないかなと思うので、とりあえず投げまくっていき、そしてこの射程で頑張って敵をキルしていくっていう感じですね。まあ、なんで結構いいんじゃないかなと思いますが、青いてたね、一枚ね。超足の速い感じで、やべやべ。死ぬ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 。超足の速いやつが降りてきたと思ったら死にそうになって、やばい、これはちょっと一回降りた方がいい。これはね、これは戻った方がいいですね。キャニタンクも溜まってるし、まあ、ちょっとかなり追い詰められてる感じはあったので、今の引いてよかったと思います。さあ、ここは、いるだろ、ここ。さあ、カニタンクの時間だ、お前ら。カニタンクを食らいたまえ。お前ら、カニしゃぶりして食ってやるかな。ラップね、今ラップね、まず、後ろにいねえか、後ろにいねえか、これ。後ろいねえか、気のせいか。危ない危ない。とりあえずなんとか1枚やってったけど、エリアが取れてない。はい、ナイス。でラインマーカー投げて大刺さっていく。適当に投げてもここのステージだったら当たるわ。ラインマーカーもう目の前にバーンつって投げておけばすごい遠くまで飛んでくんで、もうかなり平面上だとラインマーカー めちゃくちゃぶっ刺されますね。はい、まあ、ああいう高いところだとちょっと狙いを定めるのが難しいんで当てづらいんですけれども、まあ、こうやって適当に投げておくだけでラインマーカーぶっ刺さるかなと思います。さあ、相手は2枚落ちている。ここはさらにエリアの塗りを回復させておいて、カニタンクをしっかり溜めていく。で、相手もカニタンクを使ってきた。あ、吸引器を使ってカニタンクをケアしていく。さすがの立ち回り。じゃあ俺もちょっとカニタンクで来たわ、吹かせてやるよ。カニだけにな。お前らカニしゃぶにして食ってやるからな、お前らな。お前ら、俺がカニしゃぶにして食うってあれだからな。俺がカニしゃぶにする方だからね。カニタン、カニがカニしゃぶ。カニがしゃぶしゃぶにする方だから、カニをしゃぶしゃぶにするんじゃなくて、カニがしゃぶしゃぶにしてお前らを食うってことだからね。俺のカニしゃぶっつうのはお前ら誤解しちゃならねえ。誤解すんだよお前ら。ちょっと危ない、これはちょっとこれ危ない。これ一回ラインマーカーぶん投げて相手を牽制していく。ラインマーカーは牽制する意味でもあるんで、マーカーついたやつって多分ね、おとなしく引かないといけないっていう欲求に駆られると思うんですよね。まあ、なんで、まあ、かなり牽制では役に立つんじゃないかなと思う。うわ、死んでいく。しっかりとちょっと一瞬顔出しただけでハイドラントに狩られてしまった。ちょっとこれはまずいか。さあ、エリア取られてしまいそうであって、あーっと、あーっと、味方3落ちなんで、ちょっとこれはまずい。やばいね、これは。これはまずいよ。ちょっとラインマーカー、とりあえずラインマーカーで、とりあえずラインマーカーで、カニタンクを貯めたい。カニタンク貯めたい。左側いるね。左側やっていく、ナイス。で、キャニタンク溜まった。カニシャブの時間だよ、さあ。おたべ、カニシャブ、おたべ。やばい。もう、それは多分相性が悪い。これはマジで相性が悪い。エクスプロッシャーとかバケツ系はマジで相性悪いな。近寄らんとこ怖いから、怖いから近寄らんとこ。さあ、ちょっとカウントリードされそうじゃない？大丈夫？これカウントリードされそう。マジでまずい。ちょっとまずいよ、これまずいね。ちょっとまずい、まずい、まずい、まずいよ、まずいよ。カウントリードはしゃあないが、負けるわけにはいかない。カニタンクに塗っていく。カニタンクでしっかり大豆をカニしゃぶにしていく。どこ行ったあいつ、逃げやがった。あったあったあった、なんかいる、なんかいる。じゃあ、ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。しっかりとピンチを出しつつ、あっぷり、まずエクスプロッシャーがやべえな。ここエクスプロッシャーかなり物を言わせてるね、 VV とね。しかし俺がしっかりとエクスプロッシャーを粉砕して行き、さあ、あのナイス玉多分エリアに投げてくるんじゃないかなと思いますが、カニタンク来たな。カニタンクちょっと怖いな。ちょっとあんまり目の前に達したくない、カニタンクは。はい、やっていく。うますぎる。さあ、相手3落ちした。エクスプロッシャーだけで果たして塗れるか、果たしてエクスプロッシャーだけで塗れるのかな、君に。さあ、この射程に物言わせたプライムシューターでしっかりと勝っていくんですね。さあ、スメシーワールドのガチエリアということで、今回もプライマーシューターを使って戦っていきますけれども、スメシーワールドはスプラ2でも、あったステージなんで、まあ何が変わってんのかっていうのが分かんないぐらい
いつも通りのスメーシーワールドですね。まあ、雰囲気は若干変わってるよ、ね、なんか床の色とかはなんとなく変わってるような気がするけど、まあ、構造自体は多分おそらく変わってないんじゃないかなと思うので、まあ、昔の気持ちをね持ってしてやろうかなと思いますが、裏取り気をつけていきたいですね。まあ、初動絶対裏取り来るやつとかいるからな、本当にね。相手多分寿司コラとか、多分コラじゃないか、寿司とかは多分そういう裏取りしてくるようなやつらがいると思うので気をつけていきたいです。さあ、ちょっとこれ真ん中はね、射程が長いやつが包囲してくるんで、ちょっときついんだよね。で、ラインマーカーでもまっすぐ飛んでくから、そこは強いんじゃないかなと思います。さあ、ここはカニのタンクでしっかりと敵を粉砕していきたいなと思いますけれども、お前それ、生きれると思うな、お前。いや、ちょっと届いてるかわかんないな、俺。もったいないな。うわ、やべ、ウルトラショットだ、まずい。このウルトラショットはまずいぞ。ちょっと避難しよう。なんだな、なんか、なあ、もうドリンクがちょっとなエナジースタンドが相手か結構強いですね。ちょっと俺も欲しい。待ってよ、俺も炊き出しもらおう、炊き出し。雨降らしされてる。しれっと雨降らしが、スプラ3でも続投している。ちょっと塗りが弱い。さあ、もう一本もらっとくか、じゃあ。たまにはもう一本。もう一本。一日二本ぐらい飲んでもいいでしょ。一日エナジードリンク2本ぐらい飲んでもいいだろ、別に。誰も怒らねえだろ。さあ、カニタンクでしっかりと、グレートバリアもぶっ壊していく。お前、グレートバリアも俺、しゃぶしゃぶにしてくるからね、俺、マジ。俺ぐらいになると、カニタンクで、グレートバリアもしゃぶしゃぶにしてくるから。どんだけなんだろうと、しゃぶしゃぶにして食います。そんぐらい強いです、カニタンクは。さあ、エリアをしっかりと取れたんで、まずセンサーぶん投げます。あっと、まずいな。センサー投げてもね、キルは取れないんですよね。あくまで補助役にしかならない。それが、ラインマーカーの強いところでもあり弱いところでもある。さあ、このウルトラショットは絶対的に避けなきゃいけないから、まず地下室に入れてみるか。ちょっとエビ、多分これはね、これはちょっとまずい。いや、雨降ってんじゃん。わん、今のエイム力見ました？今の緊急エイム力見た？今の。じゃあお前らに、やべ、ちょっと待てよ。お前らにさ、絶望のカニタンク見せてやるよ。じゃあこれがお前ら絶望のカニタンクだ。泣きわめけ、叫べ。うわ、見たか今の絶望のカニタンク。これが絶望のカニタンク今の。オッケーオッケー、強い。濡れる。オッケー、取れる。オッケー。いいよ。ポテンシャルでは負けてない、俺たち。ポテンシャルでは全然勝ってる。ラインマーカーだけどっか飛んでったけど、ポテンシャルでは全然勝ってるから、はい、やっていく。しっかりとやっていく。怪しかったけど、しっかりとやっていく。絶望のカニタンク刺さったんじゃない？しっかりと。あれが絶望のカニタンクね。みんな、世界が絶望したと言われているカニタンクです、あれが。で、これ絶対左側から来るんで、左も絶対に固めないといけない。さあ、ラインマーカーぶん投げておく。とりあえず、ラインマーカーをぶん投げておくことによって、敵を牽制する。やばいね、これ。ちょっと削った。ナイス。いいよ。あ、いいね。あ、神。はい、この固め方。はい、神。はい、固め方がマジ神。はい、で、ジュースをしっかりと回っていく。エナジードリンクを3本飲む男。1日エナジードリンク3本飲む男だ、俺は。さあ、ラインマーカーぶん投げて、あとはガッチガチに固めれば勝ちなんじゃないか。いるね、君ね。君いるね。オッケー、射程の暴力でしっかりと勝って、射程じゃねえな、今のは弾ぶれかもしれない、相手の。さあ、ラインマーカーぶん投げて、いき、最後は、エリアをみんなで塗れば、勝てるんじゃないの。はい、神。マヒマヒリゾート&スパー、今回もガチエリアをプライムシューターで戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、結構中射程の武器たちが勢ぞろしてる。やっぱりね、マヒマヒになったらね、射程がある程度ない武器、ある武器を使いたくなっちゃうという病気にはなると思うんですけど、でも相手もザップとスパッタリガロン、ゴーニガロンっていう、まあ射程結構短い武器がいるんで、もうブイブイ言わせてやろうかなと思いますね、本当にね。うん、もう射程には勝てねえんだぞと。スプラトゥーンは射程が全てだと。それは言い過ぎたかもしれないわ。まあそういう感じで、まあでも、あながち間違ってないと思うんで、そういう主張をしていきたいなと思いますという感じなんで、ちょっとスパッタリ相手に、お前ら、何を手こずっている。塗りが弱すぎてエリアが取れない。あー、ナイスサメライド。そのツッコミもそうやって、もう前線に一気に駆け巡るサメライド好きよ。私そういうサメライド好きよ。で、ここはちゃんとラインマーカーを投げておくことを忘れないように。ラインマーカーこそが、やべ、ホップソナだ。ホップソナはね、ぶっ壊せるんでそんな怖くない。こういう状態に置かれたら、急にポツンと現れたらそんなに怖くない。なんかごちゃごちゃしたところで急に置かれるともううわーってなるけど、冷静に対処できるのであればホップソナは怖くないですね。さあ、カニライドじゃないや、サメライドが溜まったんで、じゃあ見晴らしのいいところでサメ打っていいですか。あ、カニだ。カニなのかサメなのか分からなくなってきた。だんだん分からなくなってきた。さあ、こうやって、はい、曲者でしっかりと芝居ていくと。曲者使い分けられるのも強いよな、この時な。ちょっと削ったけど、メガホンがちょっと怖い。カウントは進んでるが、ちょっとなんか相手のなんか動向が怖くなってきた。あー、やばい。足が速い、こいつ。
足が速いから一気に詰め寄られるんだよな。こいつドーピングしちゃった。ドーピング、いやードーピングがやばい。ドーピングスパッタリがかなり敵陣自陣でかなり暴れ回っていて、栄養取られてしまった。まずい。お前ただでするとええー2発食らわしたのに、なんで？あ、5、2がの、やばいやばいやばい、これやばい、あ、これやばい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 、普通にやばい、普通にやばい、普通に調子乗ってたらマジ負けるぜ。このゲームは調子乗ると負けるからな。さあ、ラインマーカーで削っていき、スパッタリーが、来た来た来た、射程ではね、勝てないからね、やっぱりね。オッケー、いいよ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 、ここは塗ろう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 、オッケー、塗って、まず塗って、全然にどんどん詰めていくのが大事だから、まず塗りだから、塗り塗り、もうどっちのホップスなのか分かんねえよ。どっちのオプションなのか分かんねえってマジで。もうナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、しっかりと削っただけあった。いやマジでどっちのホップスなのか分かんなかったマジで本当に。あーメガホンレーザー、うわすげえ飛び散ってんじゃん。メガホンレーザーが刃のごとく、刃のごとく飛び散っていく。これやれそう、やっていく。いいね、いいね、今のジャンプ中でカニをしっかりと吐いていくと、あの調子ってうざいから、どかそう、あいつあいつどかそう、あいつどかないね、なかなかどかないね。足が速すぎる、足が速すぎる、足が、ああマジでやべえ、このスパッタリやべえ、このスパッタリやべえよ。こいつあのなんかドリンク飲んだ時の足の速さが尋常じゃねえ。ドーピングが効きすぎてる、あいつに、あいつの体にフィットしてる、ドーピングが。さあここはしっかりとラインマーカーをぶち、ラインマーカーがねめちゃくちゃここ刺さるわ、本当にめちゃくちゃ遠くまで行く、ラインマーカーが。ほらもう適当に真ん中のバルーンに言うてはさ、もうすごい、なんかすごい乱反射するからマジで。これはもう射程の暴力でしっかりとやっていく。射程の暴力ね、射程の暴力、あーもうマジで射程の暴力じゃない今のは、普通に対面の暴力でやられていく。対面力で負けていった今のはきつかったな。やっぱ打ちっぱなしにするといくらプライムとはいえ、やっぱ弾ブレがだんだんひどくなってくるんだよね。その辺はやっぱり上手い人はそういうのもケアしていくからな。上手い人はな、ちょっと死ぬかもね、死ぬかもね、死なないよな、死なないよな、死なないよな。ジェッパだ、初めて見た、ジェッパ初めて見たかもしれない、ジェッパ、ジェッパ初めて見たかもしれない。オッケーオッケー、ナイスナイス、前夜祭以来初めて見たかもしれない、ジェットバック。ちょっとエリアカウント取られ、ちょっと進んでるからまずいよ、これは。あ、ナイス、落とし、落としたの、AI が、落としたの、AI が、これちょっと死ぬんじゃないか、大丈夫か。まずいな。ナイス、かっこでかい。これカニだ、カニだ、カニ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 だ。カニだ。カニだ、カニだ。カニしゃぶの時間だ、お前らが。カニしゃぶにしてやるよ、お前らを。カニがしゃぶしゃぶすることをカニしゃぶっつってんだ、俺は。お前らがしゃぶしゃぶされるんだ、俺じゃねえんだよ、しゃぶしゃぶされるんだ。お前らがしゃぶしゃぶになるんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー、この相打ちは勝ち、この相打ちは勝ちの相打ち、オッケー、相手さん落ち、今の相打ちはマジで勝ちの相打ち、ああ相手実質ワイプアウトですね、相手これは実質ワイプアウトなんで、多分これはこのままご利用して勝てるんじゃないかなと思って、ね、あ、メガホンレーザーここでドタンバレってくるのやめて、ほんとにほんとにやめて、オッケー、ナイス、いやスパッタリ怖すぎ、花火が上がるのかっこよすぎ。